アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和5年9月30日、場所は大阪鶴見緑地球技場にて、2023X3 リーグ第2節、トヨタブルファイターズ対トライスターズの一戦がまもなく行われます。試合開始14時、16時20分キックオフ予定です。両チームその試合に先立ちましてウォームアップを終え、まもなく試合開始の時を迎えようとしております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしております。この企画にご賛同いただけました各企業の方々、そして個人の方々のご寄付、ご支援、ご記者によりまして、この配信は実現いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。そのご期待に添えられるようできる限り私も全力を尽くしたいと思っております。またこの企画は現在も継続しております。この配信にあります説明概要欄に、その申し込みになりますショッピングカートにつながる URL が掲載されております。こちらの方をクリックいただき、その内容そして企画状態にご同意いただけます方々は、ぜひご協力ご協賛をよろしくお願い申し上げます。この企画によりまして、この会場にお越しになることがかなわない方々、この会場でご覧いただくことができない方々にも、この試合をご覧いただくことが可能となりました。多くの方々にこのアメリカンフットボールをお伝えしたく、そしてその熱戦をお伝えしたく、この配信全力を私も尽くしていきたいと思います。両チームサイドラインに集合いたしまして、まもなく試合開始の時を迎えようとしております。両チームのご紹介をさせていただきます。本日は反対側アウェーチームとして試合に参加しておりますのは、地元大阪を拠点にしておりますトライスターズ、 X3 にありまして長く在籍しておりますチームです。その出自となりますチーム自体はプライベート、つまりいわゆる草アメリカンフットボールとしてその試合を成り立ちましたが、 X リーグに参戦し長くその中堅地元で活躍しておりますノンスポンサードチームです。多くのザイアのフットボール、そしてアメリカンフットボールの初心者たちをアメリカンフットボールに誘導し、そしてホスピタルフットボール、長期入院によりましてアメフトを会場で見ることができない子どもたちに対する支援活動を行っております。ホスピタルフットボールとも連携しておりまして、チームはアメリカンフットボール普及に邁進しております。対しましてホームチームに陣取っておりますのが、本日は、ホームチームとなりますチームからえんじのユニフォームをまとっておりますのが トヨタブルーファイターズです。こちらも愛知トヨタを拠点としまして、かつてはトヨタ自動車の参加グループとしてチーム、X リーグにも参戦しておりました。現在はプライベートチームとなっております。こちらもかつては X2 を賑わせました強豪チームです。今シーズンその両方ともが勝ち越せば X2 に上がれるというビッグチャンスを得られるシーズンとなっております。さあこのチャンスを生かすことができるのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。これより試合開始に先立ちまして、コイントスが行われます。両チーム首脳陣中央に集まりましてコイントスを行います。第1節を終えましての戦績は、トヨタがその開幕戦となる初戦を勝利に収め、トライスターズは惜しくもこの試合を逃しまして、黒星をつけている状態になっております。トライスターズとしてはこの試合に勝利しまして、その状況を五分に戻したいところでしょう。逆にトヨタはこれに勝利し、その勝ち越しのチャンスに王手を取りたいというところであります。
コイントスの結果、トライスターズキックオフ、トヨタブルーファイターズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式計時で行われます。両チームフィールドに散りまして、まもなく試合開始の時を迎えます。キックオフをしますが、トライスターズのキッカー13番が行います。トライスターズのキッカー13番は中塚。森宮医療大学出身、大学時代、高校時代、アメリカンフットボール未経験の選手ですが、素晴らしいキックを披露しています。対しまして愛知はリターナーを1枚配置しております。リターナー3番が配置しております。現在時計表示にトラブルが発生しております。しばらくお待ちください。さあ、このキックオフ、トヨタリターンしまして、自陣25ヤード付近でデッド。この位置からトヨタの攻撃に変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し、攻撃権更新を継続するか、相手陣地奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。現在試合会場のクロック表示にトラブルが発生しております。早速チャット内のメッセージありがとうございます。江口頑張ってというメッセージですね。無垢な僕様ありがとうございます。おそらくはトヨタブルーファイターズの選手でしょうか。1番の江口選手かと思われます。トヨタブルーファイターズの方の応援メッセージはチームにとっても励みになるでしょう。トライスターズの応援の方々もぜひ遠慮なくチャット内のメッセージ応援をよろしくお願い申し上げます。
ボーイ・ヒュージ様、ゴー・トライスターズのメッセージありがとうございます。さあ、トライスターズ側の応援メッセージも入ってまいりました。双方ともこの一戦にかける思い、そして応援する方々の熱意も伝わってまいります。試合再開となります。トヨタブルーファイターズ自陣29ヤードからファーストダウン10。さあ、まずランプレーから入りました。中央へランニングバックを飛び込ませ約3ヤードゲインとなっております。ボールを持った選手が倒れるまでは攻撃1回となります。従いまして3ヤードゲインとなりまして、次の攻撃セカンドダウンに変わります。トヨタ自陣30ヤードからセカンドダウン7、2回目の攻撃です。攻撃権更新に必要な距離は7ヤードと変わっております。さあ、再びランプレーを投入しました。ラインの力を生かさんとするプレーでしょうか。中央へのランプレー、キャリア、失礼しました、キャリア33番でしょうか、飛び越せまして約4ヤードほどゲインをしております。トヨタブルーファイターズサーダウン3、3回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離は3ヤード。さあ、今度は外へのランプレーを展開しました。相手を揺さぶりかける形で左オープン展開しましたが、キャリア15番のランプレー、しかし1ヤードのゲインでとどめられております。トヨタブルーファイターズフォースダウン、最後の攻撃権になります。ここですトヨタはフォーメーションを変えました。パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。しかし、そのキック力により陣地挽回を図ります。このパントはコントロールよく、トライスターズ陣20ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置で攻守交代となります。このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃権を使いまして、攻撃権更新を行うか、あるいは得点を狙う競技です。そのリスクを回避するために陣地回復を図るプレーもあります。さあ、まず最初のトレタの攻撃は結果的にフォースダウン、パントに終わりました。攻撃権変わりまして、今度はトヨタの攻撃、トライスターズの攻撃と変わります。トライスターズ自陣20ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。パス不成功。まずトライスターズはパスプレーから入りました。クォーターバック下がりまして、ワイドレシーバー17番にパスを投じましたが、このパスはオーバースロー、パス不成功となっています。前パスは攻撃が開始点より後方よりで1回だけできるプレーです。決まりますと大きなゲインになりますが、しかし失敗しますとボットの位置に戻され、次の攻撃に変わります。トライスターズセカンドダウン10。ナイスラン、ファーストラン。今度はランニング枠に託しました。ハンドオフを受けたランニング枠22番、タックル受けながらセカンドへフォートで攻撃権更新を果たしています。トライスターズファーストラン。素晴らしいランを決めました。失礼しました。素晴らしいランを決めましたトライスターズ22番の高島。同志社大学出身のプレイヤーです。トライスターズ攻撃権更新しまして、自陣31ヤードからファーストダウン10。パス不成功。
ここでトライスターズはパスプレーを展開しようとしましたが、このパスはしかし失敗しまして、パス不成功となっています。現在フィールド上の時計に誤表示がありますので、現在その正確な時間は画面でも表示できておりません。ご了承ください。パス不成功。再びパスプレーに行きました。今度こそと投じましたが、これはトヨタの23番のパスカットに遭いまして、パス不成功となっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。見事なパスカットを決めましたのはトヨタブルーファイターズ23番の安田、名古屋工業大学出身のプレイヤーです。チームキャプテンです。トライスターズサーラウンテン、ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられました。審判団からイエローフラッグ、黄色いウエスが投入されますと反則発生を意味します。どちらに反則がありましたか、まもなく審判団からコールされます。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートをしなければいけません。5ヤード抜退しサードダウンやり直しとなります。トライスターズサードダウン15。クォーターバック21番ハンドオフウェイから左オープンへのブーツレック、自らの走力でこの状況打開図りましたが、しかし攻撃権は更新ならずフォースダウンに変わります。トライスターズフォースダウン12、パントフォーメーションを選択します。さあトヨタリターンに入った。これはトライスターズ5番見事なタックルをしまして、このリターンを阻止しております。トヨタ自陣40ヤード付近からの攻撃と変わります。素晴らしいタックル決めましたのはトライスターズ5番の石塚、大阪電気通信大学出身のルーキーです。チャット内のメッセージありがとうございます。ヒロ様、1番が注目選手とあります、こちらどちらの1番の選手でしょう。トヨタブルファイターズの1番江口選手でしょうか、あるいはトライスターズ1番の滝本選手でしょうか。いずれにしましても注目いたしましょう。さあトヨタの攻撃、クォーターバック15番ボールをジャッグルしました、16番ボールをジャッグルしましたが、自らの走力で右オープンを疾走、結果的に約4ヤードほどゲインとなっております。絶妙の判断でゲインとしましたのはトヨタブルファイターズ15番の大崎、ランニング枠登録となって16番の花村、愛知学院大学出身のルーキーです。ここでホイッスル、ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールはその当日の天候及び気象条件を鑑みまして、審判団がクォーターの半分でタイムアウトを取ることがございます。本日は
ようやく秋の兆しがあるという感覚になってまいりましたが、しかしまだ熱暑、熱風が残る状況であります。熱中症対策としまして、ここでタイムアウトが入っております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの企業様、そして個人様のご寄付、ご記者がありまして、この企画は実現いたしました。皆様のご厚情、大変ありがとうございます。この企画は現在も申し込みを募集しております。この配信の説明概要欄に、その申し込みとなりますショッピングカートの URL ございますので、こちらの内容をご覧いただき、その企画にご賛同くださいます方々、ぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。さあ、ウォーターブレイク解けまして試合再開となります。トヨタブルファイターズ、自陣42ヤードからセカンドダウン6。ナイスタックル。ここでランニングバックにトスしまして、左オープンを展開図りましたトヨタブルファイターズ。しかしこれをトライスターズ37番見事に対応しまして、このランプレーを5ヤードロスに変えています。素晴らしいタックル決めましたな、トライスターズ。37番の高岡、大阪学院大学出身のプレイヤーです。今年復帰を決めましたプレイヤーでもあります。トヨタサーダンイレブン、ボールオンは自陣37ヤード。パス不成功。クォーターバック16番、パスを投じようと左ロールアウトをしましたが、ターゲットを見つからずパスを投げ捨てました。結果的にパス失敗という形になりまして、フォースダウンに変わります。フォースダウン11、トヨタもパントフォーメーションを選択しました。さあ、トライスターズリターンに入るが、これはナイスカバー。トライスターズリターンに入らんとしましたが、これを愛知18番、見事なタックルでリターンを阻止しております。攻撃権は変わりまして、トライスターズと変わります。タックルを決めましたのは愛知トヨタ18番の高野、上智大学出身のプレイヤーです。さあ、トライスターズの攻撃に変わります。トライスターズ自陣30ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック21番、ワイドレシーバー11番にパスを通しまして、約8ヤードのゲインです。見事なパスを投じましたのはクォーターバック21番の木田。取りましたワイドレシーバー11番は伊藤。木田は三田翔星高校出身のチームキャプテン、そして11番伊藤は摂南大学出身のプレイヤーです。トライスターズセカンドダウン2。さあ、フルバックのランプレーだが、これはトヨタナイスディフェンス。キャリア34番の突進によって攻撃権更新を図りましたが、これはトヨタ63番見事な対応で、このランプレーをノーゲインと変えています。素晴らしいタックルしましたな、トヨタブルファイターズ63番の古田。名古屋工業大学出身のプレイヤーです。トライスターズサーダウン2。
クォーターバック21番ハンドオフェイから自らキープによって突破を図りましたが、しかしこれはトヨタディフェンス集まりよくノーゲインとなっています。トライスターズフォースダウンに変わります。金馬ちゃんメッセージありがとうございます。28番に応援メッセージですね、おそらくはトヨタの28番の藤野選手だと思われます。さあそれに幸運するようにトヨタが素晴らしいディフェンスを締めまし決めましてフォースダウンに トライスターズを追い込んでいます。トライスターズフォースダウン2パットフォーメーション、トヨタリターンに入った、リターナー3番相手のプレッシャーをかわしながら左オープン展開し自陣40ヤード付近からの攻撃を得ます。この位置からトヨタの攻撃に変わります。トヨタブルファイターズ自陣41ヤードからの攻撃に入ります。トヨタファーストダウン10、パス成功。クォーターバック3番左に展開したワイドレシーバー16番にパスを通しまして約4ヤードのゲインとしています。パスを投じたクォーターバック3番は江崎、取りましたワイドレシーバー16番は花村、3番江崎は愛知学院大学出身、16番花村は愛知学院大学出身です。愛知学院大学のユニットがここで活躍いたしました。トヨタブルファイターズセカンドダウン6、パス不成功。今度はプレーアクションランプレーをフェイクにしましてパスを投じました。ターゲットは同じく16番花村、しかしこのパスはオーバースロー、サードダウンに変わります。トヨタブルファイターズサードダウン6、クォーターバック3番オプションプレーで自らキープ。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーですが、ここはクォーターバック自らのランをチョイスしました。しかしこれはトライスターズディフェンス集まりよくゲイン1ヤードにとどめフォースダウンに変えます。トヨタブルファイターズフォースダウン6パントフォーメーション、ここはトライスターズカバーを回避するためフェアキャッチ、リターンをせずそこでプレー終了としました。トライスターズ自陣23ヤード付近からの攻撃に変わります。攻守変わりまして今度はトライスターズの攻撃、ボールオンは自陣23ヤードからトライスターズファーストダウン10。ここでリバースプレーを展開しました。リバースは
プレート逆サイドにレシーバーを走らせて逆方向へ展開する大きなランプレーです。2番そのスピードを生かしまして見事展開しまして約7ヤードのゲインとしています。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりましてトヨタブルファイターズ0点、トライスターズ0点、攻守方向を入れ替え第2クォーターに移ります。